やっほー、ハロー、アサギーニョです。みんな元気？なんかうちさ、インスタとかでさ、可愛いさ食べ物とかさ、映えてるとことか素敵なところ行ったら写真撮るやん。ほんでアップすねんな。そしたらなんか、いつもこんなキラキラした生活してて羨ましいですとか言ってくれはるわけ。でも全然そんなことないんです。全然大したことないんですよ。いつもなわけじゃなくて、もう日々別に素は結構何とも言えない生活してたりとかするので、今日は自分の肩の荷をスッと下ろして、素でお昼ご飯を食べるという時間を共にしたいと思います。今なんか動画撮ろうって思ったんが、なんか普通にさ、家こうやって歩いとってさ、テクテクって、ほんならさ、なんかもう脱ぎ散らかしたさ、こうパンツとかさ、何これみたいな、もう脱いでそのまま置いてるっていうのとかさ、なんか服とかさ、こんな風に置き散らかしてたり、あとこう昨日ね、お打ち合わせしてそのままお水出したままやったりとかしてな。私なんかこう見繕ってインスタとかアップしとうけど、いや実際これやでとか自分で思っとったら、もっとさらけ出しちゃおうって。そしたらなんか自分の肩の荷も降りるかなみたいな風に思ったので、私のお昼ご飯にお付き合いください。バキュン、虹の向こう楽しまなくちゃ。トゥトゥルトゥルトゥ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 ルトゥル、お気に入り虹の向こう。いやマジさ、見て、洗い場もこんなんやから、ほんま、なんか汚い自慢してるわけじゃないよ全然。それはもちろんさ、ずっと輝いていたいんですけど、こういう部分もあるって自分でなんか思いながら生活するのが辛い。チーズやねんけど、これこのチーズはな、カビ生えちゃってん、辛いやろ。だから今洗剤ばらまいてちょっとやってる。そうなんよね、洗い物はね結構溜めちゃうんだよね実は。実はっていうか、そんな感じしてるかもしれんけど、まずお昼ご飯、これが賞味期限が7月8やねん。あと5日あんねんけど、これがな、7月3日って今日やねんな、バースデーやん。だからこれ食べる。あ、待て、え、7月1日のあってんけど、まあいいか。あ、すいません、すいません、すいません。バキュン、アルトバイエルはほんまに美味しいよな。パリパリ伊藤ハムやって、私パリパリのやつ大好き。とりあえず今日はこの後お仕事があるので急いで食べたい。油、時間のない日はとにかく時短でお腹に入れる。これが俺のモットー、ついてこれるかみんな、来いよ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 。今日の献立はイボの糸とアルトバイエルンを添えてのコースでございます。本麺はいつもは2束だけど、今日はアルトバイエルンがすごい量あるので1束です。みんなってそうめん何束？これすごい聞きたかったんやけどさ、そうめんってさ、うち2束絶対に食べないとあかんねんな。むしろもう3束でもいけんねんけど、2束で止めないともう3束っていうのが基準になってしまいそうで怖くて。でこの前インスタのストーリーで聞いたら、聞いてんのか？バキュン、あなたの運勢を占いましょう。あなたの運勢はハッピーワニワニパニックです。あー美味しそう。お腹ペコペコ、朝から何も食べてない。2時、うわーカビ。なんか呼んでる。今のうちに机を片付けます。実は昨日打ち合わせめっちゃ長くて力尽きて寝ちゃってんな。だからもう机の上もぐちゃぐちゃやし、とりあえず食べるスペースは確保した。そうめん入れます。そうめんはだいたい1分です。はい、お待ち、みんな終わりちょう。みんな、いっちょまえ、いっちょ上がり。はい、これ5番たくさん持ってて、ありがとうございました。やりたいねんな、うち飲食店のバイト。へぇ、うちそうめん大好きだから、そうめん屋さんやりたいな。でもそうめん屋さんってあんまり儲けられなさそうやな。そうめん500円ってちょっと高い感じするやん。だからすごいたくさんのお客さんを回さないといけないってことはちょっと経営的に無理やな。私から観点で言わせていただくと、いっちゃ上がり、ありがとうございました。バキュン、ここでポイントなのが、この熱湯でカビ菌を殺すという。また洗い物増えちゃった。素敵なお昼ご飯。あんで、うちのおすすめのめんつゆを教えてあげるね。これ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 です。そうめんはこれです。
マイクのモハモハが入ってた。テルルテルルテルルトゥー。出来上がりました。つゆだくそうめんにアルトバイエルンを添えてというコースです。いただきます。これがもう本当に美味しい。かけるそうめん青じそ、もうこれじゃないと私ダメだわって思うくらい革命的に美味しいよね、この青じそのそうめん。もうたまらん美味しいから、みんな食べてほしい。いただきます。バキュン。あ、これまた私カメラの前だからっていうことで今手を合わせていただきますってしようとしたけど、本来いつもは手をしっかり合わせてません。これは謝ります。これは行儀悪いと思いますが、今日はちょっと見栄とか人目を気にせずちょっとやるっていうのがテイストなので、そのままいただきます。いただきます。うん、おいしい。何気にめっちゃ幸せやな。私思うんですが、このそうめんを食べる時のこの幸せって高級なお寿司を食べる時の幸せと一緒なんじゃないかなって思うよね。高級なお寿司を食べる時はそりゃもう格別に美味しい、でも幸福度は一緒かもしれない、そう思うんです。それぐらいやっぱり幸せ、そうめんって。バキュン。そして吐かない。こんな飲み込むようにさ、なくなっちゃって一瞬で。でもカロリーはしっかりあるやん。吐かないな。日本桜のようです。アルトバイエルン。うん、水風船が弾けるような、そんな食感ですよね。うん。これも日本の宝です、これは。日本のものか知らないけど。バキュン。こまめにスーパーに行けないから、一気に買うから賞味期限が一気にもう押し寄せてくるんだよね。その賞味期限に追われる人生、もうそれは嫌です。音聞いてて。おお、今の聞いた？ CM みたいやった。そしてアルトバイエルンのこのちょんぼりですね、この頭のちょんぼり、これがまた美味しいですよね。やはりここが硬くて美味しい。うん、私麺類で一番好きなのはそうめんやけど、そうめんじゃなかった、マロニーです。マロニーちゃんが一番好き。うん、白ご飯が食べたくなってきた。バキュン。お、そういえばこれ届いとってんな。靴下3個セットの一番好きな靴下、旅用の靴下やねんけど、このなんて名前やったっけ、これなんやったっけ、名前がないので名付けるとつるんつるん靴下。このつるんつるん靴下は普通の靴下と違ってナイロンとポリウレタンがミックスされてんな。でもむちゃくちゃ気持ちいいやんか。でな、その一番ポイントはな、私のような感じでこうスポーティーとかな服を着ない人にとってはめっちゃいいね。こう綺麗めな服の時に超使える靴下やね。ここのくるぶしのところがやっぱりこれポイントで、リブとか全くないからほんまにタイツのような着心地で、見た目もすごい良くて、これね、もううち何個も破れて何個も買ってる。これに変わる靴下まだこの世にはないね。あのこれ2色買ったんだよね。これはきなり色なんだけど、やっぱきなり色ってのは真っ白じゃないからさ、茶系の色のものとか、あとは濃ゆい色の合わせの時とかはこれだよね。でも今日のファッションコーディネートだったらこれが一番合うよね。そういう感じだよね、人生っていうのはよ。バキュン。お疲れ様でした。うまチョコリンでございました。また洗い物増えちゃった。洗い物ばっかり人生は。洗い物人生です。もう3日ぐらい洗濯物溜まってる。今週の日曜日は掃除しよう。バキュン。最後に一つ。靴下はネットに入れて洗うといいよ。それだけは徹底してる。心に刻んでる。靴下と下着はネットに入れる。これが俺の人生のやり方。というわけで今日はこれでおしまい。ちょっと肩の荷を下ろして撮ってみました。今日は夜から NiziU のダンスを友達とみんなで踊って練習しようと思います。じゃあ次の動画も見てね。バキュー。